エリアさん、七夕っていつですか？7月7日ですよ。甘い。何が甘いんだよ。甘い、まだまだですよね。どういうことですか？甘いね。そこで判断されるの？そう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 。でもそもそも七夕終わって1ヶ月後に七夕の話しようとしてるピーチさんの方が、まあ、クレイジーだと思いますけど。いやいや、そんなこと言ったら収録終わっていわきの町にね出た瞬間にねみんなに怒られますよ。怒られるのはもう進路指導部で十分です。そうですよね。嫌ですね。ね、ミスターガラスのハートです。ガラスのハート言わないでください。仙台やねいわきでは8月6、7、8日が七夕祭りなんですよ。なるほどね。短冊に願い事を書いたりとかもこの時にするんですって。なるほどね。それはなぜ仙台七夕祭りっていうのが有名なんですけど、うん、旧暦の伝統行事だったため月遅れの8月に毎年開催してるんですよ。なるほど、うん、仙台といわきだけ。そうそうそう。なぜかというとですね1919年、大正8年、うんうん、これねエリアさん知ってましたよね、この銀行の名前。七十七銀行、うん、陸上競技出てるんでしょ。そう、強いですよ。これ仙台にあるんですけどね、福島大学の OB たちが立ち上げたチームです。ああ、そうなんですか、うん、福島県いわき市に平支店を開設したんですって、うん、その時ね。なるほどね。でその時に仙台七夕祭りを紹介したんですよ、うん、それでいわきでも七夕祭りが大きなイベントになってるんですよ。なるほどね。そういうことだったのかね、うん、8月に七夕だとねなんかちょっと変な感じだけどね、うん、まあ祭りは好きだから楽しめたらいいか、うん、騒ぐぞ、まあ、いつも騒いでるから騒ごう。祭りの時ぐらいちょっとおとなしくし静かにした方がいいです、ね、あ、はい、空気読むんだね。、はい、東北三大祭りの一つがこの仙台七夕祭りなんですよね。なるほどね、うん、まあ、祭りといえばやっぱりゴスペルでしょね。教会では礼拝って言いますけど祭りでもありますからね。なるほどね。毎週祭りか。じゃあゴスペルのね神様も祭り大好きだね、うん、バイブルには祭りがいっぱい出てくるからね。はい、主人公はジーザスで彼を祝うのがゴスペルです。